ごい綺麗。どこ？光当てたら光るとかないですか？光に近い方がでもよく光ってみると、あの大きいメダルのやつ、テンパリングあり、伝わらない、うん、もう丸くなるじゃん。いい感じです。あんまりこう紋切り型の方向なんだけど、こっちからまず取るけど、はい、では作り方を説明していきます。まずチョコレート1枚分で、これブラックチョコレートがおすすめです。溶けやすいようにね、ちょっと割って、それを湯煎して溶かしたり、今65度ぐらい、チョコを湯煎していくんですけども、テンパリングの作業は温度がすごい重要になってくるので、こういうセンサー付きの温度計をね使って湯煎していきます。マグカップを入れて、で温度を見ながらね、とりあえずチョコ溶かしていきます。こんな感じでチョコを今溶かして、でこれ50度以上になっちゃうとダメなので、こまめに温度見ながらチョコを溶かしていきます。まあ、温度にね偏りが出ないように、結構まんべんなくというか丁寧に混ぜた方がいいと思います。してると、まあ、マグカップの底にねこのセンサーつけちゃって、そこの温度測っちゃいがちなんで、まあ、ちゃんとチョコの温度が分かるように中間らへんで、ね、温度測った方がいいと思います。ガッタリ、あ、もう分かる。そしたら氷水の方へ入れて温度を下げるんですけど、26度ぐらいに、そう、一回冷やして結晶を安定化させるためってことね。で26度なので、よし、ちょっとだけつけて、で温度どんどん上がっていっちゃうので、つけたらもう上げちゃって、そこからはずっと混ぜていく感じです。はい、これでテンパリングのね作業終わったので、今が32度、うん、そう、もったりしてて、で結構表面は光沢がある感じです。はい、じゃあこれで、はい、そこになんか前に置いてるシートね、はい、これ運行シートなんですけども、はい、ここにチョコを垂らして固めていきます、うん、結構大きめのが多分いいと思うので、うん、こんな感じで、うん、運行シートって裏表なんだよね。はい、最後の1個作り終わりました、うん、はい、はい、じゃあこのまま、はい、冷やしていきます。じゃあ先ほどのねチョコレート冷えて固まりましたので、これ後ろにして、あんまりあれか、体温で溶かしたりしないように、はい、しないように曲げた方がいいんじゃない、こうやって曲げた方がいいか、こうやったらいいのか、うん、そうです、押し出す感じで、あ、見える、あ、見える見える、そうですね、